こんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です、先日ですね、速い曲にチャレンジをしている生徒さんが、まあ、どうしてもこう速い8ビートが苦手だということでして、その動作を見させていただいて、2つのことを意識していただいたら、まあ、その動きが劇的に改善されて、苦手だったこの速い曲がこうヌルヌルヌルってこう叩けるようになったので、まあ今日はそのビフォーアフターの動画を見比べながら、まあ、どのようにしてその動きを改善していけたかなっていうお話をさせていただきたいなと思います。なので、まあ、速い曲が苦手だ、まあ、速い8ビートが叩けないとかね、速く叩こうと思ったら力が入ってしまうっていう人はどうか最後までご覧ください。はい、ということで、まあ、一度その生徒さんの、ビフォーの動画を見てみるとですね、はい、まあこんな感じなのですが、まあこの生徒さん、そのなかなか8ビートが速く叩けなかったんで、右手のスピードをこう頑張ってあげようとして、右手のアップダウンの練習を頑張ってしてたんですけど、僕はこの、まあ、動きを見て、まず一つ、最も改善しておきたいなと思ったことが、リズムの取り方なんですよね。僕がちょっと変わってみますねって言って、僕がちょっとこうお手本動画としてね、やってみた動画も一度ちょっと見てみますね。っていうことなんですけど、まあ、僕の方の動画、まあ、自分で言ってあれなんですけど、早く叩いてるんですけど、ゆったりリズムを取れてるような感じがするんですね。こう、ワン、ツー、スリー、フォー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 。のに対して、この生徒さんの最初の方のね、ビフォーの方の動画は、この右手の動きにつられて、体が、その、すごく細かくリズムを取っちゃってる感じなんですよ、こう。で、まあ、これが一体どういうところに現れるかというと、左手の上がるタイミングがちょっと遅い感じがするんですよね。この、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーで、この、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォーで叩くためには、この、ワンで手を上げておきたいところなんですね。8ビートって、ツッツッタッツ、まあ、タッコーヤーキーだとしたら、タッコーヤーにスネアが入るんですけど、ターのところでは手を上げておきたいところなんですよ。こう、この体がこの8分音符で細かくリズムを取ってしまうと、タッコーのタイミングで上げちゃうんですよね。タッコー焼き、タッコー焼き、こうなるとこう体がすごい窮屈になって早く叩けなくなるんですよね。そうなので、まずはこのリズム感を掴んでもらうために、足と左手だけでこの手の上がるタイミングを掴んでもらいました。なので、右手を抜いてドンパンドットパン、ワンで上げて、ワン、スリー、ワン、スリー。はい、8ビート、これ苦手な人、これやってみてもらうと分かると思うんですけど、これだったら多分ね、テンポ速いけど、ゆったり取れると思うんですよ、こうリズム的にね。この右手が入ったら、まあ、8ビートのこのハイハットで8ビートを叩くときは、右手の下に左手がある状態なんで、なのでこうそれに合わせて左手がギリギリにこう上がっちゃうっていうのは、まあ、よくあることなので、手の上がるポイントをちょっと意識してもらったんですね。まあ、これ手拍子で練習をしてもらうといいかなと思うんですけど、手拍子がうまくいけない場合って、なんかこう真横にこう動いちゃうんですけど、手拍子がうまくこう取れてる状態っていうのが、この体の中からこうリズムが派生して、でこの腕と全部こう連動して手拍子を打てる感じなんですよ。体が一番最初に動いて手が打つのが一番最後みたいな、なんかこういう感じね。体からエネルギーが流れてこう手に伝わってくる感じ、なんかあのゴスペル教会の人が賛美歌を歌いながらこう手拍子をされてる映像を、もしかしたらこう見たことがあるかもしれないんですけど、なんかこう歌いながらこういう感じで手拍子をしてるところを、もしかしたら見たことがあるかもしれないですけど、なんかその動きを見ると、割とね、もう体ごとこうリズムを取ってるんですよね。そうで、ここの動きをうんぱんうんぱんっていうこの動作をそのまま左手に当てはめてる、うん、パン。
うん、パン、うん。意識してもらうということでやってみました。そして、まあ、これがさらに取れたら、まあ、次のステップとしてはこの動作と右手を分離したいわけなんですよね。そうなので、右手はこうアップダウンを叩きながら、左手をこの動作を叩きたいところなんで、さっきのたこ焼き、まあ、4文字にこう当てはめるとしたら、ターンの時に上腕がこう中に回転する、まあ、ここがこう上がる感じですね。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き、まあ、これ手拍子で練習するとたこ焼き、たこ焼き、たこ焼き、うつたつ、うちぱち、たこ焼き、たこ焼き、これをたこ焼き、たこ焼き、たこ焼き、たこ焼きで、右手のリズムはした時にこのこういう感じですね。で、次のアップで両手が上がって同時に着地して、でアリズムの取り方、このドンタンドドタン、テンポは速いけど、体がゆったり取れてるような、リズムをイメージするために、まあ、左手の上がるポイントをタッコ焼き、タッコ焼き、ワン、ツー、スリー、フォーで意識してもらうと。で、まあ、その、ね、そのまま上下に上がるとこうスティックが当たってしまうので、なので、手の上げるポイントをこの体の中からこの手拍子をするようにこう叩いてもらうと。そして、その動作と右手のアップダウンを分離させるみたいなね、こう以上のような動作を試していただいた結果、生徒さんの動きこんな風に変わりました。めっちゃいい感じじゃないですか。そう、なんか速い8ビートを叩いてるんですけど、一番最初の時よりも体がすごいゆったり取れてるし、全然こう力が抜けて叩いてる、こう余裕そうに叩いてるような状態ですよね。なのでまあこれが右手と左手がうまく分離できてる状態 でリズムがうまく取れてる状態だと思うんですね。ね、速い8ビートなかなかこう力が入って早く叩けないっていう時は、右手そのままのスピードよりもこうリズムの取り方に問題があるかもしれないんで、なので、一旦右手を抜いてもらって、足と左手だけでズンタンズズタン、あ、これやったらゆったり取れるなっていうのを感じたら、そしたらこの右手と左手をこう分離させて、左手のこの上げ方とかねをちょっと意識してもらいながらチャレンジをしてもらうとやりやすくなってくるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひそんな感じで、チャレンジしてみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。